モデルグラフィックスの付録にあった旧シタンダ戦闘機、ネットで安く購入したんですけれども、まあ、本が付いてなかったので当然説明書がありませんでした。で、まあ十数機作った経験と各種資料を見ながら行けるとこまでっていうか、まあ完成させるつもりでやっていきたいと思います。ちなみにこの製造元であるファインモールドのホームページやモデルグラフィックスのホームページにも作り方は載ってませんでした。でもまあ、コックピットだけちょっと苦労したんですけども、その後は同じ飛行機なんで、まあ周りの飛行機を見ながらやっていくとなんとかなりました。で、このエンジン部分のこの後ろのこの導線もこの付属してありまして、これはこれからの航空機を作る時に針金等を使ってこう作成できるなと思ったんですけれども、で今回はライナーを利用して翼端等も加工しました。照明に当てるとまるで電飾のような輝きをしてくれたんで、これも大成功でしたね。で、今回はこの旧シタンダ戦闘機だけじゃなく、この派生型ですね、海軍が正式決定した後に作られた96式艦上戦闘機も、作ることにしました。まあ、この飛行機の完成度の高さに驚いた陸軍が97式戦闘機を作るわけですからね、この96式をベースにして。で、まあ、短座戦闘機でかっこよかったので、これもライナーで翼端と作りました。で、まあ、今回はカラーを明灰白色でやりました。まあ、このような色が実際あったのかどうかわかんないんですけれども、まあ、理想として、やりました。で、今回飛行機で初めてドライブラシを施しまして、これがすごいこうしっくりきたんですよ。ちょっとこう木自体に奥行きっていうのかな、もうできましたし、まあ、これは以後の航空機にも使いたいと思います。まあ、このスパッツとの比べてみてもまあわかると思うんですけれども、でエンジンカウルをつけて、これは汚しも一切入れてません。試作機みたいにまあ見えちゃうんですけれども、まあ、ここは汚れ入れずに、まあ、新品扱いしましたね。まあ、プロペラには適度に汚れ汁を入れたんですけれども、まあ、ざっとこんな感じで、完成間近ですね。でデカールを貼って、まあ、嫁さんからもらった髪の毛でアンテナ線張り巡らして、まあ、短座戦闘機と並べてみるとこんな感じですね。この旧式短座戦闘機はその後の日本の航空機の、まあ、低翼単翼機としての走りですよね。96の艦上戦闘機はこの後ゼロ戦に派生して、97式戦闘機はハヤブサに、なっていくわけですから、まあ、その後の烈風やハヤテ、飛燕、全部この旧式短座戦闘機から始まっていると言っても過言ではありません。あとコックピットのとエンジンカールの前に黒を入れて完成です。とに航空隊も随分航空機が増えてきました。まあ、これの倍ぐらいまだ未完成機があるので、終戦記念日でなります8月15日までに、一機でも多く作って、英霊を、祭りたいと思います。次は保留かな。